見つけたぞ。この草丈。で、昔ショーヒット出した時に調子こいて買った部屋があったのを思い出したんだよ。このストード君。木田。この人が木田満、女の人だったのか。ん。この木田満一生の不覚だ。本当にすまない、慎太郎君。いえ。ん。マリ。 誕生日おめでとう。っていうか、毎年誕生日してくれてるから、今年も忘れてないって信じてたし。